皆さんこんばんは、 MK です。ニュースーパーマリオブラザーズ U デラックスパート18やっていきましょう。前回の続きからですね。いやー、3日ほどお休みをいただいてしまって本当に申し訳なかった。なんでお休みをいただいてたかっていうと、喉をねやってしまったんですよ。今もちょっと若干ガラガラっているんですが、わかる人はわかるんでしょうけど、まあマイクを通せばあまりわからないと願って収録していますが、あのね、実は3日前と言ってももっと前からやってたんだよね。ストックを2日ぐらい上げてて、なんでやったかっていうと、ライブに行ったんですよ。プリキュアのライブに行っててですね、でそれでちょっとはしゃぎすぎてしまったという、すごい、なんだろう、実況者としては不甲斐ない感じだったんですけど、ここだよね、普通に考えてここなんですが、違うね、違うんだ、サンアップムーンはありがとう。でそのプリキュアのライブで、まあ叫びすぎたっていう、で叫びすぎたまんまその冷たい空気に当たりながら帰り、まあそりゃ喉も痛めるよね。で喉が若干その軽い炎症を起こしている時に、なんだろう、ちょっとウイルスか何かに多分ね、かかってしまって、その急性咽頭炎という若干いい感じの風邪をもらってしまったというオチなんですが、そのスターコインを OK 取りたい。で今もね少し喉、いい、嘘でしょ、今も少し喉が痛いんですが、まあ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 、喋れないわけではないのでいけるだろうということで撮影しています。ほんとダメだよこういうの。もう皆さんはね、喉痛めたら完全に復活するまでは喋らないでください。ただちょっとね、金土日に動画が上がらないのはね、さすがにちょっと実況者として私は嫌だったので、ちょっとね、待って、あのね、泳ぐのちょっとむずいんだよ。 OK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  で、1枚取ったんでいいでしょう。でなんだっけ、どこまで行ったっけ、そうプリキュアのライブで喉を叫びすぎて、でその乾燥した空気に触れながら帰ってきて、しかもそのプリキュアのライブの日の深夜まで、深夜までというかもう朝までカラオケするという、そのあれだよね、実況者としてはやっちゃいけない喉の使い方をして、ダメになって、ここなんかあるな、なんかあるな、ちょっと待てよ、そこになんかあると見た、あれない、あれ、なんかさ、頭が半分すり抜け、あれ、なんもないか、いや絶対怪しいよこれ、待て、怪しいよね、怪しいよ、嘘でしょ、これなんもないことある、でもな、上だ、そこ、待って、そこだな、そこに、はい、来ましたよ、で、2枚で、これは入れるよね、どうなる、おお、そういうことなんだね、あと1枚がどこかにあるでしょう、でさ、あった、これ待って、ちょっとむずいよ、このちょっと待って、水面からさ、水面から飛び出るの、待って、やばいね、あそこのチョロボンちゃんを攻略しないと未来はないぞ。オッケー、で、うーわ。え、それは無理だわ。え、それはさ、ちっちゃい状態じゃ不可能だよね。上まで行って、オッケー。上まで行けば出れるというのは分かったよ。この頭だけ出したキノピコちゃん、オッケー。で、上まで出た状態が、無理だよね。そんな気はした。ちょっと待って。パワーアップアイテムを取りつつ来ないといけないというのは分かりました。ここはもうね、しょうがないと思う。アイテムを使う。うわ、1個しかねえ。1個しかないけど、アイテムを使っていくしかもう勝ち道がないよね。行きましょう。で、1回も当たらないようにだよ。ここから当たった瞬間アウトです。いや、クラウンよりも今はアイスの方が、これさ、違うよね。あ、嘘でしょ。やばい。あ、待って。積んだっしょ。あ、待て。でも、おっきければ1回まで当たってもらんとかな。待って、キノピコちゃん。ここで、そこのチョロボンに当たってとか言うね。そういうとこは求めてないよ。いいよ。ここ。で、そのノコノコに当たるのも求められてないよ。いける。オッケー。で、こっから飛び出すわっしょい。
で、その上のスターコインちゃんを一発で、いや、いいんだよ、食らってもいいんだ。あ、食らう、こういう時食らわないんだよね。こういう時食らわないでいけるんだよね。そうそう、で、あと今ほら、そう、話戻るけど、インフルエンザとか流行ってるから、皆さんも叫んだりした後は、あ、待って、なんでそんな落ちる、なんでそんな落ちる、よし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 、皆さんも叫んだりした後は手洗いうがいはもちろんですけど、外の空気を吸わない、あとマスクするとかね、あと喉飴舐めるとか、実況者とか以前にインフルエンザとかにならないようにだけ気をつけてくださいね。あっ待って、やばい、オッケー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 、でここ入る、よし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 、で今回私なんかいい感じにインフルエンザならなかったからよかったけど、おっぶね、今ならなかったからよかったけど、普通の人なるぜ。俺たまたまならなかったよ。で、その急性咽頭炎っていうのは、なんか炎症してる喉とかにウイルスが軽く入っちゃうと、なんか治りにくい風邪みたいになるんですって、お医者さん曰く。なので皆さんも本当この季節ね、インフルエンザとか、まあ、全然説得力ないんだけども、気をつけてください。はい、じゃあこの話はこれぐらいにしておきましょうか。クラウンちょうだいね。あ、オッケー。うわ、ほんとね、実況をこういう、いや、体調悪くても撮ってんのよ、普段。なんだろう、あんまりこういうこと言うとよくないよ、休んでくださいっていうファンの方々のあれは本当に嬉しいんですけど、やりたいんだよね、普通に実況って。嫌なんだよね、パートが止まったりするの。だから、やりたくてやってるのはあるんだけども、あ、待って、その下あるな、その下あるな、キノピーチならいけんな、あれ、ないんかい、ないんかい、いや待って、今の当たった判定なのは、待って、ある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 、探検、あ、あ、待って、やばいやばいやばい、やったわやったわやった、オッケーオッケー、取れた取れたねー、今のはプロいぞ。あと一個、あ、待って、もうね、いや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 、嘘でしょ、そんなことある、この上は何もない、入っちゃっていいの、入っちゃうしかないみたいだね、入るよ、おい、上に飛ぶパターンね、キノピーチになりたい、あー、でもいけるな、ここで大きくなれさえすれば、あ、やってんな、あれあれやってんな、あたっぱっ、オッケー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 、いけるいけるいける、あ、オッケーオッケー、キノピーチなれました、出だよ出だよ、その上だその上だその上だ、こいつまず踏む、で、これはこれは、あ、違うね違うね違うね、待って、下だった、下だったわけではなさそうだ、いや、キノピーチだったら路線変更聞くから、あー、待って、大丈夫、それ何が起こっているの、何が起こっているのか説明、大丈夫だな、大丈夫だね、オッケーオッケー、で、こいつらももう早めにね倒しておくのが乙女の、あー、たったったたったったった、いるよね、あっぶねーな、あ、あったよあったよ、あったあったあった、それは、あ、なるほどね、本来はノコノコを投げるんでしょうけど、私はキノピーチ取れるのだ、オッケー、で、落ち着け、3枚取ったからもういいんだよ、もう無理する必要はないよ、安牌で行こう、安牌で行こうって言ったよ、よし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 、気をつけて気をつけて、インフルエンザの次に気をつけ、あっぴー、よし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 、いやでもね、インフルエンザになったらもっと休まないといけなかったよね、俺。まあ今も若干喉おかしいんだけどさ、わかる？わかるかな？聞いててわかります？この、私の声若干辛いの。いや、だいぶ治ったんだよ。だいぶ治ったんだけど、わかるかな？あんまりわかるんだったら、取るのやめた方がいいのかなとか思ったりもするんだけど、どう？どう？皆さん、ちょっとコメント欲しいわ。今の私の喉は、普段よりも実際に聞くとめちゃくちゃ辛いんだけど、マイク通すと分かんないんじゃないかなぐらいにはなったんだよ。どうでしょうっていうコメントタイムです。はい、私がこのキノコのところ攻略する間に、皆さん私の喉が辛いのが分かるのかだけコメントしてくださいな。オッケーです。キノコが欲しい。皆さんもそれだけは逃さないように、キノコだけ見るよ。キノコだけ見る。そっち行ったそっち行った。オッケー、もう完璧だわ。一番キノコ、あ、2つなんだ。
え、待って、これさ、クッパ引いたら終わり？違うよね、これだじゃん。いやー、あと4分の1が全然見てなかったんだ。これだ、うーわ。でもいいんだよね、キノコはもらえるんだよね。ありがとう。オッケー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 。いや、キノコもらえれば全然違うっすよ。よーし、で、この動画が金曜日に上がるから、もうね、明日になれば多分大丈夫なのよ。本当はね、あと1日休めば治るのかなとか思ったりしたんだけど、でもね、金曜日に動画上げたいじゃん。金曜日みんな見るっしょ、金曜日 YouTube 見るっしょとか思っちゃったんだよね。いやー、本当、休んだ方がいいですよっていうコメントが非常に来るのは承知の上で撮ってるんだけども、撮りてえんだ。黙ってられないんだよね、わかる？黙ってられねえんすよ。今までその会社帰ってきたら基本もう実況を撮ってて、実況だったばアップとっとっとっと、やめて。あ、クラウンの方がいい、絶対クラウンの方がいい、クラウンの方が。あいつ、何それ、おっとっと、あいつのせいで今やられそうでしたが、オッケーで、上には何もないのね、オッケーです。そのほら、会社から帰ってきて実況撮らない日とかもう1年ぐらい長ったわけよ。で、いや、休んでた時はあったりしたけども、こんなに長いこと実況撮ってないみたいなのがありえなくて、撮りてーんだよな、なんか時間もったいねえなみたいに思っちゃうんだよ。その下なんかあんだ、その下なんか、なんもないね、なんもないね、ただの、ああ挟まれる挟まれるね、落ち着け落ち着け。こういうところなんかあったりしないんだね。キノピーチだから全然、それね、それね、オッケー。で、これ持ってった方がいいよ、これ絶対どっかで使うから。あ、うっそ、やばい、あれで落とす系のスターコインあるんじゃない？うわ、やったかも、今のやっちゃったかもしんないな。何あれ、何あれ、あ、当たるとまずいよーマンね、オッケーオッケーオッケー。おー、今、あっ、やばい、戻りたい。あそこ、キノピーチじゃないか。戻りたいんだか。ここ、あ、うーわ、やった。完全にやった。マジか。じゃあ、ここ、こう来て、こう来てってことだな。あまりにも難しいな。ここなんもない。で、こう来て、そこそこ、オッケー。空中にいれば大丈夫。あ、待って、いけんくね。あ、やばい。でも、踏みはする。オッケー。なんもない？あれ？なんもないか。なんもないんかい。やっば。ここは？あ、なんもないね。あ、挟まれるよ。落ち着け。で、ここ。いや、ほんとね、実況撮ってないで完全に治ってからやってくださいよっていう人、もちろんいるのはわかるんだけどね。わかるんだけどさ、撮らずにはいられない性分になってしまって。今日この頃なんですよ、本当にごめんなさいね、撮らしてくださいっていう感じです。お、それ入れるっしょ、それ入れるね、入れるけど入り方がわからんのだ。え、あ、なるほどね、こっからいける。オッケー、スターコインでは2枚目のスターコインがもらえるのでは。どうした、3枚目来るぞ、次来るぞ、来ないね、最後か、来るぞ、まだ来ないね。え、絶対スターコイン来るよ、最後見とけ。あれに気を取られてるとスターコインを逃す。あれ、え、は、おい、あれ、え、嘘でしょ、あれ来ない、は、来ないことある、え、嘘だ、おい、来ないぞ。マジか。うわ、絶対のが、えい、やばい。絶対、あ、クラウン。一発でクラウンはでけえ。一発でクラウンはでけえんだ。そして、試してんだ。ここの辺なんかない、なんもないか。なんもないってことでいいっすか。なんもないってことで話進めていいっすか。行くよ、じゃあ。気をつけろ。あ、下にスターコインあるね。下にスターコインあるけど、どっちから取ればいいんだ、これ。こっちからだな。挟まれるよね。オッケー、挟まれるのを気をつけながら取るよ。
はい。いやでも3枚目だよな。そうだよな。うわー、2枚目逃してる。どこだったんだ、どこだったのか全然わかんないけど1枚逃したな。しょうがない。よし行きましょう。久しぶりにこんな喋ったわ。あのお医者さんにね、あんまりこう喋んないのが一番喉休めますよみたいに言ってて、その医者がね。だから、あ、じゃあ喋んない、でも喋るあのお仕事っていうか、その人にあの医者には言ったんだけど、そうやって喋る仕事してるんですよって言ったら、あ、1週間くらい喋んないでいればな。待って、やめて、そういうのなし。何何何よ何よ何よ、まバッとっ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 と、オッケー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 、お前だ。あ、違う、ああそういうやつ、いいいいいい、オッケー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 、いける。余裕では、余裕では、余裕の余地ショットパ、オッケーオッケー、あ、おい、今当たってないんだ。今の当たってなくて、この間のイギーとか当たったの腹立つけどな。わ、覚えてるよ俺は、この間のあの全然当たっとらんやんっていうイギー。あー待って、オッケー、なんか当たった、なんか当たったぞ。あと1回、あと1回、ちょっとキノピーチじゃなくなったのが痛いけど、終わったしょ。いー、やったわやったわ、これやったわ。無理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 だ、これ無理だ。あ、違う、これだ。あ、ラスト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 、オッケー、よういったな。今絶対無理だと思ったもん俺。オッケーオッケーオッケー、そう、1週間くらい喋んないのが一番いいですよみたいに言われて、いやでも喋んないといけないんですよって言ったんだけど、いや本当そういうのあれなんでみたいに言われたんだけど、無視して喋ってるっていう。ダメですよ皆さん、絶対こういうことしちゃダメ。お医者さんがこうだよって言ったらもうそうだから。皆さんは今俺悪いお手本だからね、これ。わかりましたか。でステージ的には何かあるね。セーブするよ。もうラスボスなのかこれ。そうだよね、もうピーチ城臭いぞ。よーし、じゃあ次回だな。じゃあ次回あのピーチ城のところやっていきたいと思います。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方はぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。